はい、というわけで VGT2022、ビデオグラファーズ東京2022、はい、3年ぶりの開催みたいですね。はい、なんかざっくりこんな感じ。結構広いよね。うん、はい、皆さんこんにちは、山口でございます。さあ、隣にいるのは。どうもこんにちは、システム5からやってまいりました、機材の沼の住人、ヤマモンでございます。はい、というわけで、急遽ですね、この会場で偶然会って、じゃあ一緒にやろうということになったわけですけれども、はい、その話がはあの回ったの10分前の話なんで、本当に超突発でやっております。はい、はい、でですね、急遽現場にいた、酒井さん、はい、酒井さん映してあげて、はい、酒井さんにカメラマンをやってもらって、急遽結成したチームで、いろいろ見ていこうじゃないかということですね。はい、後ろに社長もいらっしゃいますね。はい、来てください、来てください。はい、どうですか。はい、社長です。すごいことになっておりますすごいことになっております。すごいことになっております。見どころはどこですか。見どころはですね、まあ、展示ブースもすごいたくさんあります。あとセッションもすごい50セッション以上やってますので、うん、それもすごい見どころかなというふうに思っております。はい、というわけで、まあ、いろんなブース出てるんで、ちょっと一個一個ね、簡単ではありますけどご紹介しながら見ていきたいなというふうに思います。で、僕そんなに機材のこと詳しくないので、そこはね、ヤマモンさんに。あ、そこはそうなんですね。はい、はい、お任せください。頑張ります。はい、ということで、まずは映像さんですね。映像さんで今回新しく出てるのが、多分この HDR 対応の、はい、カラーエッジ CG2700S という製品だと思うんですけど、これ見れますか。なんか自動でキャリブレーションしてくれるという、機材らしいんですけれども、どんな機材なんでしょう。あ、そうですね、まあ、これは色の基準として使っていただくようなモニターで、まあ、映像制作でこう色をしっかり見たいという時に使っていただく製品になっています。で、特徴としてはですね、今この一番上に出てるんですけれども、ここですね、これ。そうですね、キャリブレーションのセンサーを内蔵しておりまして、これがですね、今出てる状態なんですけど、自動的に出てきてくれて調整するような性能になっています。ちょいちょい自動で出てきて勝手にキャリブレーションしてくれるってことなんですかね。そうですね。で、ただ使用中は起動しないようになってるので、まあ、モニターがスリープ状態の時、まあ、映像を入力していない時に自動で調整してくれます。うん、なので夜だったりとか使っていない時に勝手に調整してくれる形です。山本さん、どうですかこれ。これ私実は一回会社の方に持ってきていただいて見たことあるんですけど、めちゃくちゃ発色がすごくナチュラルで、制作の現場でですね、まあ、あったらもう超安心というモニターですね。なるほど、はい、まあ、僕も一応ビデオクリエイターの端くれなんで、はい、まあ、ちゃんとねこういうキャリブレーションができるモニター1台欲しいなと思ってるんですよ。はい、ただ今使ってるのってそういう機能が入ってないモニターなんで、江戸さんのこのモニターちょっと候補に入れたいなというふうに思います。はい、ちなみにおいくらなんですか。これは22万プラス税という形ですね。そんなに高くないかなってイメージですね、私は。そんなに高くない、そんな高くないかなってイメージですね。ああ、なるほど。ま、とんでもない金額言われるの。まあ、映像さんといえばね、まあ、昔からある、もう代表する、日本を代表する、まあ、モニターメーカーということで、まあ、信頼性はもう抜群だと思いますけど。そうですね。はい、あとはやっぱりキャリブレーターが内蔵されていて、別途こう買い揃える必要がないっていう、もう全部この中で完結できるっていうのがめちゃくちゃいいですね。なるほど、はい、じゃあちょっとうちも、ちょっと購入検討してみたいなというふうに思います。はい、よろしくお願いいたします。さあ、というわけで、ブックさんのブースにやってまいりました。ちょっとお話をね聞きたいと思うんですけど、基本的に、ここの今回の VGT2022 を主催しているのがやっぱりブックさんということ で、はい、でブックさんのブースでは一体じゃあ何をやっているのかというところをちょっとお聞きしたいなと。ありがとうございます。そうですね、皆様とりあえずVGT ありがとうございます。ブックスクールで、ブックブースではですね、ブックスクールという映像制作者の育成をしている事業の、ご紹介をさせていただいておりまして、合同説明会だったりとか、ちょっと体験ワークショップだったりとかで、ブックスクールの魅力に触れていただけるような内容をしております。ちなみにブックスクールの魅力っていうのはどういうところにあるんですかね。やはりですね、現場の、力を身につけることが、短期間で身につけることができるというのが一つ魅力になってまして、今実際後ろで話しているような、メンターさんですね、現役の
クリエイターの方がメンターをしておりまして、直にお話を聞きながら学ぶことができるというのと、実際にプロが使っている機材を触って、でそれで課題をこなして、実践的な力を身につけていただくことができるというのがブックスクールの魅力になっております。まあ、ブックスクールはいつ頃始まったんでしたっけ？始まったのはですね、去年の11月の半ばに始まりまして、もうだいたい半年ちょっと経った頃なんですけども、今現状もう60名ほどの生徒がいらっしゃいます。あの渋谷のね、スクールには一度お伺いしてですね、ちょっと中見させてもらったんですけど、まあ、いろんな機材置いてありまして、行くだけでも楽しいところだったなというところなんですけども、僕あのメンターとして呼ばれてないんですけど大丈夫ですか？ぜひお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけでいつか僕はメンターとしてね、ブックスクールにいることになるかもしれませんが、はい、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、田村さんのブースですね。はい、こちらはなんか面白い製品あるんですかね？今日はどうでしょうね、単焦点レンズとズームレンズが並んでる感じなのかな。僕も実はまだ田村のブース見てないんですけど、じゃあちょっと見てみましょうか。これ、1728の、はい、まあ、ショートズームのレンズで、はい、ちょっと前にあの有名 YouTuber の方がねご紹介してましたね。ソニーの純正で出た1635と1728、まあ、どっちがいいのかみたいな、まあ、こっちは F28 投資なので、なるほど、こっちの方が明るいんですけど、ソニーは1635なので、1635の F4 投資なので、うんうん、明るいのを撮るのか、まあ、ちょっと引けて、うん、さらにこうズーム域も広いのを撮るのか、どっちがいいのかみたいなね。そうか、僕が借りたやつは置いてないのかな。あのね、実はちょっと借りて若干ディスっちゃったんですよね。やっぱあれですかね、タムロンさんズームレンズが多いんですかね？そんなイメージですね。単焦点というよりはあの比較的安めのズームレンズを作ってるっていうイメージが僕の中であります、うん、なんか僕もそんなイメージなんですけど、まあ、フルサイズと APS-C の2本立てぐらいで作っているんですかね。そうですね。で最近富士フイルム用のレンズも出し始めたと、ね、出し始めましたね。あの富士フィルムも新しいカメラ出して、うん、まあ、ちょっと話それますけど、あのカメラがめちゃくちゃ良さそうなんで、そのこう組み合わせのね親和性とか気になります。僕あの H2S は予約しました。さすがです。さすがですよ。あれはもう買うしかないなと思って。あのレビュー期待してます。はい、完璧なレビューをしたいと思います。まあ、忖度なしでね、あの、はい、あの買ったんでね、あの提供じゃない、提供じゃない、買ったんでね、ちゃんと買ったんで、買ったんで、ちゃんと忖度なしでレビューしたいと思います。はい、はい、さあやってまいりました、はい、ローランドです。はい、ローランドのブースにやってまいりました。個人的にもすごい馴染みの深いブランドですね。あのシステム5さんといえばローランド。そうですね、そういうところあると思います。はい、あるのかな。なんかでも最近新しい機種出たはず、ね、出た、はい、出てます。ここに、SR20HD っていう、ミキサーとそれからスイッチャーと配信の、うん、なんて言ったらいいか、ストリーマーかな、あとレコーダーかが、まあ、オールインワンになったっていう製品なんですけど、いきなりちょっとディスるようなこと言って申し訳ないんですが、これね3カメだったら神だったんですよ。聞いたんですよ、はい、聞いたんです。あのこれさっき朝実は聞いてたんですけど、 USB 入力できて、まあ、ここにあるようなあのキャプチャーですね、あの簡単な HDMI キャプチャー使って3入力目を使えるっていうことでした。なんで音がないようなスライド入力とかだったらそれがいけるっていう話なんで、あ、ギリセーフかなみたいな。はい、ただこれ単体だと HDMI の入力が2しかないってことですよね。2系統しかなくて、で USB のカメラが使えるっていうのは僕も聞いてたんですけど、まだ実際の実機でのこう挙動を見てないので、確かに簡単なスライドレベルだったら全然いいかなとも思うんですが、カメラでも3系統使いたいってなった場合は遅延がどうなのかなっていうのが若干気になりますね。そうですね、はい、さあ我々的にはちょっとやっぱり2ちゃんだと物足りない、はい、4ちゃんでも実はちょっと物足りないですよね、はい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 、でやっぱ8欲しいわけですよ、はい、となるとこれですよ、これなんですよ、 V160HD、 これどうですか。このスイッチャーは、もう褒め言葉なんですけど頭おかしいです。安すぎるんですよ。安すぎて人気すぎて全然手に入らないという今製品なんですけども、実は今日のこのブックのステージの配信でも V160HD が使われていると。まあ、そのぐらいやっぱりまあちょっと大きいイベントになったら、まあ大体このスイッチャーを使っておけば間違いないと言われているような。どうしてもね、あのブラックマジックの ATEM と比較をしてしまうんですけれども、はい、ブラックマジの ATEM と比べてどうなんですかね。ブラマジの ATEM と比べると作れるその、キレイヤーの、数が
8ぐらいまでいけるのかな、確かレイヤーがマックス8なんですけど、ブラマジはそこまで組めないので、画面のやっぱレイアウトの自由度っていう意味でこの製品が非常に優れている。なんかやっぱ安心と信頼がローランドの製品にはあるっていうイメージがあるんですけど、はいはいはい、やっぱその辺はそうなんですかね。それはねやっぱそうだと思います。ローランドってもともと VC1SC っていうコンバーターで、まあ、何でもそのコンバーター使っとけば入るじゃんっていう、まあ、信頼度があったんですけど、スイッチャーにもその回路をそのまま使ってくれてるので、まあ、信号何突っ込んでも大体入るっていうのと、あとはやっぱり使ってて、フリーズしただのなんだのっていうそういうトラブルが本当にないですね。なるほど、はい。で今ね、ローランドの人が誰もいないんですよ、ね、後ろにおりますね。あ、後ろにいたんですね。多分我々がローランドの人は後ろにいたんですね。発表しているあの SR20 なんですけども、これはあのちょうどですねダイレクトストリームエブスミキサーというものでございまして、まあ、映像入力は HDMI2 系統と、あと USB1 系統と、で合計3系統の入力があるんですけども、さらにレコーダーの機能がついてまして、ビデオのプレイヤーが入ってたりとか、あとは静止画の再生とかっていうのができるようになってます。で今回はちょっと SR と新しい名前なんですけども、これはいわゆるのスイッチャーの機能もあるんですけども、中にレコーダーの出力機能が入ってまして、いわゆる配信のスイッチャーとスイッチャーの S と R は、レコーダーの意味、はいはい、そういう意味でちょっと SR という名前についてるんですけども、そういった機能がついてます。それで特にあの我々の、配信についてはいろんな経験が持ってますので、そういった形でいろんなその安定した配信ができるような機能としていろいろ入ってございます。例えばそのプラットフォームに対しても2つまで最大配信もできますし、あと安全機能としてはその出力 の、 ビットレートが自動可変するような機能がついています、はい、なので例えば配信の状況が非常に混雑した場合でもビットレートを落としたりとして、なるべく回線を切断させないような機能が入ってございます。でなおかつテザリング機能が入ってますので、万が一その回線が切断した場合でも自動的にテザリングでスマートフォンに切り替えるということもできます。でさらに言うと、あと、レコーダーの機能を使ってですね、最大の60秒遅延の配信ができるというのがあります。これはなぜかというと、まあ、ライブといいましても、何かやっぱりライブ配信でちょっとした、放送していけないというか、配信していけないような映像とか音声が入った場合があると。ありますね。そうすると、それはそのまま配信されるんじゃなくて、ここからは60秒で、ここで出すことができるんですよ。そうすると、今ちょっとまずい絵が入ったよねって言った時に、違う絵とか違う音声に逃げるっていうようなことができるようになっているので、そういったそのセーフティーな機能がついてたりしますので、そういったものを使ってより安全な配信までできるというようなミキサーになってございます。はい、ありがとうございます。やっぱさすがやっぱり ローランドさんだけあって、すごく安定した配信をちゃんとお客様がこうできるようにっていう作りになっているイメージですね。ここにちょっと置いてないんですけど、例のスマホの4台使って配信できるシステム、はい、あれ僕買いまして、はい、買いまして、ちょっと動画も1本出させていただいたんですけど、ちょっとディスり倒してしまいまして、申し訳ございません、申し訳ございません。どうしてもですね安定しなくてですね、ここのアップグレードを心待ちにしております。コンセプトは非常に面白い。であと iPad の UI、 これがめちゃめちゃ非常に優れている。ですごく使いやすいように、ただ無線のとこだけがつながりにくいっていうとこだけが残念。あ、そうですか。はい、わかりました。これ僕ローランドの営業の方にもお話ししたんで、ちょっとお名前は出さないでおきますけれども、スマートフォンとつなげたときにスマートフォンの画質がね、こう可変ビットレートでこうどんどん画質変わっていっちゃう、あれ固定にできないのかなとか、もうちょっと安定して高画質でできるようになったら、もうちょっと使えますよね。なかなかそのフル HD 画質を維持できないっていうちょっとした課題があってですね、そこの改善をしていただけるとめちゃめちゃ使える機材だと思うんですよね。ちょっとすいません、僕ディスり倒した動画を出してしまいまして、ただですよ、400回ぐらいしか回ってないんで安心してください。1000回回ってないんで大丈夫です、はい、そこも期待しております。ありがとうございました。
さあ続きましてアスク ME さんのコーナーです。僕ちょっとあまり詳しくないんでご紹介いただけますか。はい、まあ何といってもですね、紹介したいものはこちらウルトラシンクシリーズですね。ウルトラシンク1とウルトラシンクブルー、まあ、YouTube 見てらっしゃる方だったらご存知かなとは思うんですけれども、テレビ朝日映像さんのですね、チャンネルで紹介されたんですよ、このウルトラシンク1とウルトラシンクブルー。まあ、どんな製品かというと、こういうですね、一眼みたいなカメラだとタイムコードの入力っていうのは基本ないんですけれども、音声入力のところにタイムコードを入力できるようになっておりまして、あとはまあこのブルーの方だと、Bluetooth でですね、タイムコードを入力することができるようになってまして、まあまあこういう iPhone とかですよ、そういう製品にも、タイムコードを入力して、まあ、同期を取ることができるっていう、まあ、そんな商品ですね。で、接続も非常に安定していて、もし仮に切れちゃったとしてもすぐ再同期をするようになってますし、まあ、とにかくこれで同期取っておけば、あのマルチカメラでのですね、収録それから編集がめちゃくちゃ楽になるっていう、そんな製品でございます。こちらですね、2種類ある、こちらウルトラシンク1で、こちらウルトラ、ブルーの方ですね。ブルーそのままのとおりなんですけど、 Bluetooth に対応している方になります。はい、先ほどちょっとお話しされたと思うんですけど、はい、タイムコードをワイヤレスで運ぶ製品になっております。でウルトラシンク1の方はこちら、端子がついている通り、LTC とシンクがありますので、まあ、こちらを例えば LTC が、インがあるカメラだったりとか、まあ、シンクがあるカメラにつなげるタイプになっております。で一眼とかですね、LTC とかがないやつに対してはオーディオのジャックですね、ミニジャックのやつに変換するケーブルとかを使って、まあ、音のタイムコードを入れるという感じになります。まあ、その辺タイムコードですね、音に入るんですけど、まあ、ダヴィンチだったりとか、まあ、いくつか の編集ソフトでは、まあ、その、オーディオを LTC に変換する機能がありますので、まあ、そちらで簡単に変換することもできますという形になります。簡単にはこの2つ、あと Bluetooth の方ですね、こちらの方はここ今 Zoom っていうのがありますけど、これ Bluetooth で対応してます。なので Bluetooth で、中でもう中で機能なんですかね、セッティングはしなきゃいけないんですけども、それすると合ってるという状況ですね。ここちょっと表示がないのでちょっと分かりにくいと思うんですけど、まあ、例えばここの iPhone ですね、これ同じように Bluetooth でつながってるんですけど、こういった感じで合ってますので、まあ、Bluetooth とつなげて合うことができます。でこいつ1台で Bluetooth で対応のデバイス、今だったらこれとこれ入れてるんですけど、2台で最大3台までいけます。複数台いけるんですか。そうですね。で例えば5台6台使いたいということを、これもう1個つなげてくれたら、そういって、ブルー同士がブリッジになって6台とかっていう形になるので、例えば誰かのポケットにちょっと入れておくとかっていう形にしていけば、増やすこともできますという感じになっております。一応こことここもその通信ができるんですけど、これは Bluetooth ではなくて、まあ、こいつが使っている RF っていう信号のところで飛ばすので、まあ、大体 150m ぐらいとか平気で通信し合うような形になっております。これこんな感じでよろしいですか。ありがとうございます。はい、なんか今日も一応カメラ2台用意していて、はい、まあ一応同期じゃないけど、いやこのこれ、ね、パンパンパンで合わせてるんですけど、はい、まあ、こういうのがあるとそうです、まあ、ビッタしちゃうと。そうです、ビッタしちゃって、で編集ソフトの方でその LTC をなんかこう引っ張ってくるみたいなやり方とかもちゃんと確立されてるもんですから、うん、もうそれで合わせればもうビタッと合うので、うん、これをね、まあ、やっといたらまあ安心でしょうか、うん、やらなくてももう完璧っていう。あー、めっちゃいいですね。めっちゃいいんですよ。はい、マルチカメラで撮られる方はぜひですね、あると便利だと思います。まあ、マルチカメラがで撮ることだんだん増えてきたんで そうですね、最近ね、はい、だからこういうのが1個あると、まあ、便利かなというところで、はい、アスク ME さんからお届けをいたしました。さあというわけで、リーベックさんのコーナーに来ました。こちらでございます。はい、というわけでいろいろやっぱりリーベックといえば三脚ということで、おすすめの三脚がどれなのかというところをちょっとご紹介いただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。で私リーベックの回し物見てなってるんですけど、自分の、ね、チャンネルでも動画上げたんですけど、新しく出たこの HS っていうシリーズの三脚がめちゃめちゃいい、すっげーいいんですよ。何がいいっていうと、こういう一眼のね、非常にシンプルな装備で乗っけてパーフェクトでカウンターバランスが取れるっていう製品が今までなかったんですけど、この150は α7 だったりとか、あと GH6 だったりとか、あと FX3 ぐらいまではいけます。そのぐらいまではパーフェクトでカウンターバランスがまあ取れる。で今まで軽いカメラでこういうカウンターバランスが取れるっていう製品なかったので、今結構ねリーベックでも売れてるらしい。ちなみに GH6 そこそこちょっと重いじゃないですか、はい、で今これごちゃごちゃっとついてるじゃないですか、はい、これね、はい、これも大丈夫そうですか。多分このぐらいまではギリいけると思います。あ、はい、なるほど。使い方はまあまあいわゆる水平をね取って、うん、ここを回してカウンターを取って、うん、まあ、あとは単純にもうぶれなくなったら
まあ、普通に使うっていう感じです。なるほど。ここがまあここにダイヤルがついていて、ここでカウンターバランスが今どのぐらいの負荷がかかってるのかっていうのが数値で見えるようになって、なるほどなるほど。であとはパンとそれからシルト の、うん、あの重さを変えるトルクの、そうですね、トルクのダイヤルになってます。で重たいものをもしつけたいってなったらこのカウンターに影響しないところにネジが切ってあるので、ここにモニターとかつけてあげればそんなに重くならずに、うんうん、まあ、十分この範囲内で使っていただける、はい。製品名的には、HS150M、はい、M とあとグランドスプレッダーの GS っていうの、はい、価格は13万円らしいです、はいはい。他は、コンセプトはもうぶっちゃけるとザハトラーのシステムエースのシリーズを、うん、踏襲して作ったっていう風に聞いてます。あんまり言うと怒られそうですけどね。すごい軽いんですよ、うん、めちゃくちゃ軽くて、まあ、あのシステムエースの M とかと同じぐらいの、まあ、耐荷重を持った三脚になっていて、なるほど。とにかく軽いのが欲しいっていう人はめっちゃおすすめ、はい。ただしちょっとメーカーの方がいる前でディスるのもあれなんですけど、このね金色のデザインがちょっと人によってはちょっとねダサいって言われちゃうっていう。あー確かにね。これ白分かりづらいんですけど、あのゴールドなんですよ。あ、これ金なんですね。金、いや金だとかっこいいなと思うけど。あ、本当ですか。うん、そんな人によっては微妙っていう方、うん、あ、でも金箔だね。金つってもあれですよね、なんかギラギラした金じゃなくてシャンパンゴールド的な金じゃないですか。そう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 、ですよね。そういう感じ。あ、かっこいいじゃん絶対。あとはこれはまあそのなんだ、同じ NX の上位モデルで、まあ、耐荷重が上がったモデルですね。なるほど。でこっちはシルバーじゃなくて、あ、違う、ゴールドじゃなくてシルバーに。なるほどなるほど。これがね今ちょっと会場だと金に見えなくて白にしか見えないんですけど。そうですね、会場だとちょっと分かりづらいかも。これカメラ的には白に見えている、うん、やっぱ白に見えてますよね。光が多いんです、うん、ちょっといろんな光が回っちゃってて何色になってるか分かんないですけど金らしいです。いや めっちゃかっこいいと思うんだけど金。はい、というわけで、はい、リーベックさん、なんか一個でかいのも。あれはミニジブ？そう、一応商品名としてはミニジブなんです。ミニではないですね。ミニではない。ジブ、JB40 ってジブキットですね。一応ケースに全部詰めればタクシーにまあ一応入れられるぐらいのサイズ感なんですけど、まあ、個人所有っていう感じではまああんまないかな。まあスタジオとかに1個もずっと置きっぱなしにするようなもんですかね。はい、まあ、一応外とかでもまあ使える製品ではあるので、まあプロダクションさんとかが1個持ってたら便利かもっていう製品ではあります。はい、というわけで、リベックさんでした。で今ここにジンバル、モザエアクロス3が乗っかってるんですけど、ジンバルとの相性も非常に良くてですね、めっちゃかっこいい使いたい。お、いいカメラだと思います。これ男の子大好きよ。そうなんですよ、男の子大体みんなフルアーマーガンダム好きでしょっていう話でねフルアーマーとか好きなんですよ。そういう感じです。誰に伝わるんだろうなこれ。4K120p が撮れる、フルサイズ機がルミックスからついに出るということで、この絵面ダメですよ。これやばい、この絵面やばいですよ